RWB はドイツ語のラフベルトベグリフの略称です。ドイツ語でラフな世界を意味し、ラフに走ろうという仲間同士で共有していた英語のワードをポルシェを手掛けることでドイツ語で示すようになったと言われています。哈喽大家好，极速日记的第一期，我是曹旭，我是林林。林姐，你知道这台是什么车吗？911 Dream Car， 这怎么可能不认识？没错，答对了一半。这台车是911 GT3，代表了911的一个性能的图腾啊。漂亮，在我印象中啊，保时捷官方这么多年一直在性能上不断的精进911，但是其实在外观设计方面相对保守，变化不大。一直是可爱的小蛤蟆造型。对。但是保时捷的保守呢，也让它在民间改装圈里面非常的花。比如说 RWB 啊，像那个《极品飞车19》里，还有我们前一阵非常火的这个《赛博朋克2077》里面，都有911宽体改装这个风格的车在。中井启。对，改装大神中井启。但是呢，中井老师一直在日本，工作室也在日本。你看啊，福利来了，我们在日本可是有个大神级的人物坐镇。极速大叔中谷明彦老师。那我们能不能拜托中谷老师在日本看看能不能探访到中井启先生呢？必须可以有。こんにちは。あ、中井さん。はいはい。あの、中井明彦です。あ、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。お目にかかれて光栄です。こちらこそ光栄です。そうです。今日はありがとうございます。お忙しい中。こちらこそ。あの、ラフベルト・グリフィっていうこの社名ですか。はい。これは、あの、どういう由来で付けられた名前なんですか。僕がまあ基本的に若い頃はドリフトとかやってて、それでラフ、当時はドリフトしててラフっていう名前でね、っていう言葉が好き、ラフって気楽にっていう意味なんですけど、自分にとっては気楽にやっぱり走りたいように走ってね、僕もすごい911好きで、あの、25年ぐらい持ってたんですけど、あのちょっと2年ぐらい前に手放しちゃったんですが、その911でやろうっていうきっかけっていうのはあったんですか。何年前だ、25年ぐらい前にその買えるような時代になってきて、値段が落ちてきて、でその時自分も収入がだんだん上がってきて、そのいいところで切り替えたっていう。それはどちらかというとそのモータースポーツレースの世界からじゃなくて、やっぱ自分が普段の足としての中で911がいいぞっていうことになっていったんですよ。それまではね、だから86っていうね、トヨタの車、やっぱすごい楽しくね、いい車だったんで、それとあと自分の趣味としてやっぱアメ車とかね、あのフォルクスワーゲン系とかもね乗ってたんですよ。でそれはまあジャンルとしては別ですよね。でポルシェは一つになれる、でもあの911のデザインは昔から好きで、そういうあのメカニカルなところの経験っていうかベースっていうのはどの辺で習得したんですか。まあもうポルシェに乗るつもりではいたんで、ポルシェのに携われる仕事を、ディーラーの中で板金屋さんやらせてもらったりとか、3年ぐらいはポルシェの中で仕事をしてもらって、そこでいろんなことを教えてもらって、もう買う前からもういろいろ勉強してました。じゃあもうポルシェの塗装とか、その板金、あの複雑なラインを出すのもその辺でやっぱり経験として生きてくる。中井さんの場合はどうなんでしょう、その外観はオーバーフェンダーにしてかっこよくして、エンジンとか足回りとかそういったところはどういうふうに。基本的に、まずかっこよく自分が乗りたいようにしてから、メカニカル的なこと、やっぱ格好がこの形が好きって言ってくれる人がお客さんとなる。最初はデザインは絵を描くんですか。いや描かないです、頭の中で。まずやってみるんですよね。やってみてそっからいろいろ。その辺がもうあの中井さんの、そのゴッドハンドっていう、そうだから本当はコンピューターとかでやればすごい速くて手間もかかんないんだけど、僕できないんで、パソコンとかがもうやるしかないんですよ自分で。でもそれが全部経験となってくれて、応用を聞かせられたりとか、まあ普通の人ができないことがちょっとできるようになったっていうのがあります。中井さんが逆にそういう新しい素材には入っていかないんですか。面倒くさいんで入れないんですよ。面倒くさいって忙しいし。そうなんですね、そっちの方が楽ってみんなね、そっちの方がいいですよって言うんですけど、僕は僕のやり方でやっぱり、その他のいろんな種類やるわけでもないですし、自分の好きなことだけやらせてもらってるんで、この状態でいこうかなと。哎，曹旭，看完这段视频，你有没有什么发现？发现中谷明彦老师也拥有过保时捷911。
嗨，我还见过他那台911呢，就是风冷的那个993。993那代应该就是《赛车总动员》里面那台蓝色的沙里。嗯，而且我发现中井启先生年轻时候也开 A186。我觉得可能因为那代人大家玩的东西都差不多吧，可能晚上也跑手动高，在弯岸上疾驰。其实我最大的发现啊，是没想到钟景启老师竟然有3年的保时捷 4S 店钣金工的经验，要不然手艺那么好呢，科班出身的。对，他是双手很有技术的那种匠人。嗯，这里呢，我们也后台很多粉丝啊，想有一些问题带给钟景启先生。あとちょっとあの中国の方からですね、はい、あのたくさん中井さんのファンがいて、はい、これをちょっと聞いてきてもらえないかと、はい、これまでグローバルで中井さんが手掛けた、はい、の RWB の車両っていうのは大体何台ぐらいあって、そのうちの何台ぐらいが中国にはあるんでしょうかっていう。今多分中国は10台、オーダーも入れると15台ぐらいなのかな。まあもう15台あるんですか、はい、全世界で見たら全世界だと、アメリカが300、400ぐらいですかね。300台ぐらいかな。うん、もうすでに作ったのと、今はオーダー待ちは100台、120台ぐらいですね。中国でそのもし改造を、はい、お願いしたいときに、うん、どれぐらいのお金が必要なんでしょうかと。はい、はい、大体1台今作るのに964あたりだと、まあ、ホイールとサスペンション別で、キットパック行くだけ280ぐらいなんですかね。あとサスペンションとホイールとタイヤと向こうで用意してもらうって、はい、だいたい何日ぐらい。2日間ですね、1台。2日間で、はい、塗装まで含む、うん、あのね、塗装はしといてもらうんです。あ、なるほど。パーツも、はいはいはい、置くといて、置くといて、うん、で、つけるだけでカットして合わせて、そう、だからぶつけ本番で傷つけられない。一番印象が深かった車と、はいはい、あと一番印象が深かったお客様の何か。いや、みんな印象深いんでね、ここはね、誰が誰ってあんまり言えないんですけど、どれもこれもみんな自分のものとして作らせてもらってるんですよ。やっぱこれはこういうふうにしよう、うん、でもお客さんのなんだけど、これこういうふうにまとめようとかね。林姐跟之前传说中不一样啊，钟景启先生原来接受任何采访就三个字的回答，嗯，好，是的。我觉得可能因为面对钟谷老师吧，毕竟钟谷老师在车圈还是非常有威望的，而且他以前呢是日本神级的赛车手，现在也是日本第一车评人。嗯，而且我发现钟景先生根本不修边幅。你说的是拖鞋吗？对，他永远都是穿着那双塑胶拖鞋啊，手边不离一瓶可乐。其实我在视频里看他的那个状态啊，我会特别准确的 get 到他说的 rap 那个词的含义，随心所欲，不修边幅。觉得可能对于一个匠人来说，他那种状态其实蛮让人羡慕的。对，而且您看他手了吗？非常的粗糙，跟改装完之后那台宽体的车比起来，反差感非常的大。但是就不知道 RWB 开起来是什么感觉。哎，你说的我手都有点痒痒了。こうやっぱりポルシェというとそのボクサーとかケイマンとか最近いろんなモデルが出ちゃってますけど、はい、そういうののご依頼というのはないんですか。いや、あっても、うん、ちょっと作ってもいいんですけど、うん、時間かかっちゃうんですよね。1台のそういう制作日数がやっぱり2年3年かかっちゃうんで。それはだから911でなきゃ受けないってことではなくて、全然待ってもいいんだったら、そうそうそう、いつかはやるかもしれないっていうような感じですね。今乗ってるご自分の今ほとんど997です。あ、997です、はい、それ一緒にちょっと、はい、乗ってもいいですか。はい、はい、これは997で GT3 では1台1号機なんです。貴重ですね。中国でも一般道走れるんですか。あんまり走れないみたいですよ。外見のなんか大胆さと中の普通さが、はい、はい、そう、はい、そうなんですよ。本当普段も乗りたいんで、自分のやるジャンルとしてはもう幅広くてね、はい、ちゃんとタイヤ面合わせしてそれだけなんですね。本当はこれは車幅も変わってるわけでしょ。15センチずつぐらいって書いてるかな。15センチ。うちのシャープ入んないや。下手なトラックよりでかいね。これワイドフェンダーでタイヤも外出てて、はい、でもアライメント全然おかしくないですね。アライメント僕目で撮るんですよ。あ機械乗っけないで、メジャーだけで、ワンダリングとかハンドル取られるのも出ないで、はいはいはい、アライメントができてボディが作れる人ってあんまりいないと思うんですよ。そうですね、はい、車高としても塔強すぎず、キャンバーつけたらちょっとアウトにするぐらいにして
なんか摩擦があるともうすぐハンド取れちゃったりね、はいはいはい、するのが多いけど、これノーマル車よりもむしろ走りやすいくらい、はい、よいしょ。ありがとうございます。いや素晴らしい。997の GT3 の第1号車のラベルトで、これで普通に使えるっていうのはね、はい、そうですよね。だからこの取り付け位置がまだ低いんで、うん、もう少し上から始めようかなと、はい、そうするともっと乗りやすい。でもラバーだから本当隅じゃガリガリ言わないし、はい、気にならないですよね、はいはい、これは GT3 の GT2 じゃん、 GT3 ですよね。 GT3 です、はい。なんか基準が欲しかったんですよね。今その現行この2007年ぐらいのポルシェがやってるスポーツカーの基本をまず自分で知っておきたいっていう、はいはい、でそれ崩したくないですし、もともと GT3 はあの997は一般道で乗りやすいし、はいはい、でもさっき足しても走れちゃう、はい、で壊れないですね、はいはい、だから964でいうと RS とかね、そっち系のやっぱポテンシャル知っておくのと一緒なんで、これはすごいですよ。ありがとうございます。曹老师，我其实有个事儿一直想跟你说。嗯、这车是您停那儿的是吗？这是我朋友的车，上车走。快快快，上车体验。哇，曹老师，你有没有觉得拥有911的人生特别的快乐？对，没错，我坐在副驾驶上，脑子里的血直往这上面涌啊，特别的兴奋。这声音太美妙了，而且我发现啊，这个中景启老师改完车之后，竟然比我们现在这台车两侧轮距还都各加宽了15厘米，这么宽，我觉得这个车改完之后，我即便买了，根本没法停我们家车库。曹老师，应该是贫穷限制了我的想象。就是整两个车位嘛。对，而且我发现钟明艳老师给了那台改装车很中肯的一个评价，嗯、他说这个车竟然在。底盘那么低了以后，然后四轮四脚啊，包括那么宽了之后，它的驾驶感受和普通的原厂的设定是一样的。我觉得这在改装车里面是一个很少见的一个非常优化的一个改装选项。其实我觉得开过911你就知道了，除非啊你是神级赛车手，不然对于绝大多数人来说，911目前的配置从入门级直到天花板级，其实它整个的一个结构的搭建已经非常的完善了。对，而且呢，我们也非常感谢钟明艳老师这次呢拉近了我们跟 RWB 啊，包括钟景启老师的一个距离啊，嗯，就在身边一样去问他这么多的问题和体验他的车辆。那以上呢也是我们这一期极速日记的全部的栏目了。今回のこの動画を視聴いただいた中国の皆さん、どうもありがとうございます。これからもですね、日本の自動車業界のさまざまなストーリーを中国のネットユーザーまたは自動車ファンの皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ応援してください。ありがとうございました。僕の中井さんへの印象は謙虚で物質への低意欲とチューニングへの熱烈な愛情とが鮮明な対比になっているところです。少し自分に似ているところを感じました。彼には世界中に多くの賛同者がいます。そして彼の手掛けたポルシェ作品はますます多くの人々に注目され熟知され、そして愛されつつあります。にもかかわらず中井さんは中井流のまま謙虚で技術研究をし続けています。僕の目からすると彼は穏やかな心持ちを貫いていて常に一台一台の車のチューニングに専念しているのです。あらゆる成果は中井さんの日常の要求から生まれるものです。日本では匠という言葉がありますが中井さんはまさに匠なのです。